と、ジューチャンネルです。今日はこれから日比谷図書文化館にて簡単日本古代史の落語会桃太郎編があるわけなんですけども、その前にその会場となります施設をご紹介しようという配信です。はい。もうここでやりだしてそうですね。はじめ小井八兄さんとね、生徒は小井八兄さん固定でやってました。もう2016ぐらいからやってたからね。それも7年ぐらいになるのか。途中、江戸東京博物館のホールに浮気をしまして、あ、こっちの方がいいじゃないかっつって、2年ぐらいそっちでやってましたけども、そっちが買えそうになっちゃったんで、こっちに戻ってきたということです。いやでもここ本当にいい会場なんだよな。アクセスはもう抜群にいいです。アクセス抜群です。だって日比谷図書館の、日比谷、公園、日比谷公園の中にありますからね。もう、この会場に行くも帰るも綺麗。街が。街綺麗です。何せ。で、その日本古代史の落語会。落語もやるんですけど、落語会って言いながら、半分は講義です。っていうか半分以上講義です。落語は正直おまけです。はい。古代史の授業をする会なんで、面白い授業の。なんで、お勉強なんです。で、日比谷、図書文化館、日比谷図書館ですから、もう、お勉強にはうってつけの環境なんですわ。はい。見てください、僕の後ろの風景も綺麗でしょ。ね。今この公園内を歩ってるわけだけど。まあ、綺麗よ。この帰り道がまあ、いいよね。他の寄席と比べるわけじゃないけど、あの帰り道いい気持ちで帰れます、行き道もワクワクします。なんか綺麗な会場だと自然と、でこれ勉強して、ああいいもん見たなって、この脳を刺激する会ですからね。知的興奮、大人の勉強なの面白いんだからね。子供の時は勉強嫌でしたよね、学校教育。でも本当は学ぶって楽しいのでございます。それは私は古代史が好きだから、古代史を通じてそれをお伝えしているような会です。はい、日比谷図書文化館、こちらが入り口となっております。あの4階の小ホールでやってます。下には大ホールがあってね、そこは200人入って、そこで一時期やってた時もあるんですけど、最近はもう、まあコロナ禍でちょっとお客さんもね減っちゃったんでね、今小ホール4階の方で、やっております。今隔月ペースでやっております。多分館内は取っちゃダメって言われるんで、次は楽屋の方を見てお見せいたしましょう。はい、というわけで4階の会場小ホールにやってきました。こちらですね、小ホールスタジオプラス、ここでいつもやってるんですね。こちらね、簡単にお答えする落語会、6時から10時となってます。開演自体は7時からやっております。だいたいね、本当9時、10時って知らないけど9時半ぐらいまで行っちゃう。こんにちは、どうも、あります。非常に長ったらしい会なんですね。さあ、中に入ってみましょう。今日、お知見の子が手伝いで受付をやってくれております。でですね、まあ会場がもうお客さん入っちゃってるんだけど、こんな感じですよ。こんな感じの会場でやっております。マスコア講座ですね。椅子の講座なんですね。見たら分かるように、椅子でやってますよ。椅子を4つ組み合わせやってるという。なんで椅子なんだっていうと、職員さんに怒られたんですね。で前まであの机の上にやってたんですけども、机の上だとなんか倫理的にもダメだと、机は乗るもんじゃありませんと言われまして、我々話し家もだいたいテーブルの上に乗って飲食店でも何でもやってきたんですけど、今までやっぱここは千代田区のものなんで厳しいんですよね。机に乗っちゃダメですと。ある日のこと、ちょっとあのドアが隙間空いててね、職員さんに見られたら注意されちゃったんで、なのでしょうがないと、苦肉の策でステージセットっていうのをあれを借りてね、でもあれ2段重ねして、でもあれだけだと足りないから、じゃあ椅子だって言って椅子を組み合わせて、あよ講座高さを出してやっております。まあ正直この回はですね、講義メインっていうことはあるので、落語はちょっとおまけみたいな感じなので、まあこれでもいいだろうということで、ゲストにはちょっと泣いてもらって、
あの講座でやってもらってます。でも意外と見た目あれですけど、見た目あれですけども意外としっかりした講座なんですね。あれ4つ組み合わせて、うん、意外といいですよ、うん、肘掛けもあってね、はい、その感じです。で我々の楽屋となるのはこのパーテーションの奥なんですね。入ってみましょう。あ、いました、今日のゲスト生徒でございます、北郎さんですね。北郎です、よろしくお願いします。ありがとうございます、北郎さん。でここ初めてですか、会場は。いや初めてです。来ましたね。どうですか、会場的には。いやもうなんか図書館なんですね、うん、そうそうそう、日比谷図書文化館っていう、図書館だね、うん、なんかまさになんかその、はい、古代史にぴったしの会場じゃないかと。そうなんです、いい会場もアクセスも抜群にいいしね。おしゃれな感じの店ところで、はい、なんかいつも言ったら西新宿の自主版クラブと全然違うなっていう。そう、自主版クラブとは全然違うわ、あそこはごちゃつき半端ないですからね。そうですね、この天井の高さといい、はい、おしゃれですよ、ね、おしゃれなの、やっぱさすが日比谷、さすが日比谷ですよ。でもこの会場あんまり落語会やってないんですね。あ、そうなんですか。うん、もともと事務局の方に、はい、ここ紹介してもらってやりだしたんだけど、はいはい、そうそうそう、意外とあんまやってない。でこの1階、地下1階に大ホールがあって、はい、そこ200人ぐらい入ってて、そこなんか篠原兄さんとかためにやってるところだけどね。うん、そこっちの小ホールは今やってない。まあこっちで講座とか作んなきゃいけないっていう大変さはあるので。ただ場所と会場の雰囲気はかなりいいと思ってますよ、はい。なんかちょっと時間潰すじゃないですけど、うん、本見ながらちょっと待って、うん、アイドリングして落語会ということで、いやいい流れですね。図書館ついてますから、それはいい流れ、いい流れ。やっぱ本読んでる勉強好きな人多いから、今日もなんかそのチラシ貼ってあるの見て、図書館たまたま来た人がチラシ見て、僕のこと知らないけど行きたいっていう問い合わせが受付にあったらしいんですよ。ああ、素晴らしいです。西本さん、昨日の草津の温泉落語バンド芸人と全然雰囲気が違うんですか。全然違いますよ、もうあんなもん、あんなもんって言っちゃうあれ全然違う。誰が出禁されたとか言ってないですよ。デキントーク面白かったけども、面白かったですけど、デキンじゃないです今日も。今日は桃太郎です。ああ、勉強です。桃太郎一門としてはね、だ正直言ってぜひ知っておいてください。桃太郎全然詳しくないし、うち師匠が桃太郎っていうだけで、そ、ね、うん、僕そんな桃太郎知識がないから、逆にだからもう本当今日勉強しに来たみたいな感じです。これ勉強した上で、はい、師匠にもう伝えてください、その受け売りで。知りたいかな。なんだって。桃太郎は俺だけで十分だって人ですから。いやいや、いやでも絶対ルーツ知っといた方がいいですよ、桃太郎。あの童話っぽい顔してますから、師匠も。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日この2人でやっていきますんで、お願いします。みっちりとやりますから。講義長いからね、覚悟してね。いや、長そうですね。長いですからね、1時間じゃ終わらないから。どうですか、頼みますよ。途中で僕トイレ行くかもしれないですけど、トイレ行った人今までいないですよ。本当ですか。いや、はい、ちょっとそれは怖いですね。それは我慢するか、なんとかペットボトルとかに。そうですね、ちょっとバレないように小出しで、はい、小出しで、小出しだけに、小出し、小出しだけに、はい、ありがとうございます。お後がよろしい。お後がよろしい。というわけで、これから簡単日本小出しは名古屋桃太郎編です。配信でも見れますから、興味のある方はそちらからお申し込みください。